前に倒れられない。だが曲がってしまう。つま先が前へ倒れてしまう。頭が下に下がらない。前倒れると肩が上がってしまう。どれか一つまで余る方、まずは長座体前屈できるようになりましょう。骨盤の歪み解消されて代謝が良くなって姿勢が良くなるので痩せます。スマホは床に置いて右足を伸ばします。左手で右のつま先を触りに行きます。こうやって反動つけながらで OK です。最低でもですね、左の指先で右のつま先触れるぐらいは柔軟性が欲しいです。長座体前屈に必要な広背筋という背中の筋肉と裏ももの筋肉の柔軟性チェックを兼ねたストレッチです。理想はね、この手首がつま先まで行くといいですが、まあ、最低でも指先がつま先触れるようになるべく膝を伸ばしていけるようにしましょう。これもね、長座前屈も1回で変化出ますので、ぜひ楽しみにしててください。 OK、 逆行きます。左膝伸ばします。で、右手で左のつま先を触りに行きます。反動つけながらで OK です。最低でも指先がつま先触れるぐらいになりましょう。反動つけながらでいいですからね。多少膝曲がってもいいです。理想は膝がしっかり伸びて手首がつま先まで触れるようになること。できなくてもね、大丈夫です。僕もなんとかちょっと膝曲げてずるして触れるかなぐらいです。長座もね、僕まだ全然完璧じゃないです。できなくて当たり前です。一緒にね、できるようになって頑張って痩せましょう。呼吸だけ止めないようにしましょう。OK。そしたら次は右足ちょっと前に出します。膝曲がったままで OK です。で、右の手のひらを右の足裏にこうやって引っ掛けるイメージです。で、この状態でいいので、ちょっとずつかかとを前へ前へ出しましょう。膝伸ばしきれる人は伸ばしきっちゃっていいです。伸ばしきれない人はできるところまでで OK です。膝の裏、裏もも、あとは右の背中とかが伸びると思います。で、頭なるべく下に下ろしましょう。余裕ができてきたらちょっとずつかかとをね、前へ前へ押し出してあげましょう。呼吸をね、止めないようにしましょう。肩腰痛い方は無理しないでください。で、各種目のね、最後の10秒きつかったらサボったりとか、あと YouTube 再生速度変えますので、早めたり遅めたりやりやすいようにしてみてください。 OK、 逆いきます。左足ちょっと前へ出します。膝曲がってて OK です。で、左の手のひらを左の足裏にこんな感じで引っ掛けます。引っ掛けたらゆっくりかかとを前へ出してきます。左の膝の裏、裏もも、左背中あたり伸びてれば OK です。膝伸ばしきらなくても全然 OK です。きつい人はね、これぐらいでも全く問題ないです。頑張れる人はちょっとずつちょっとずつ膝伸ばしていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。硬い人はね、右の背中とか脇腹も伸びてくるんじゃないかなと思います。もしね、疑問点あればコメントいただければ必ず返信します。よし、 OK。 そしたら次はですね、両足を前へ出します。こうやって膝曲がってていいです。で、両手のひらを両足裏にこんな感じで引っ掛けます。引っ掛けたらゆっくりでいいので、かかとを前にズリズリズリと出しましょう。で、頭もなるべく下に下げます。膝の裏、裏もも、腰、背中あたり伸びてれば OK です。ただ肩腰痛い方は無理しないでください。ゆっくりでいいので、かかとを前に出して頭は下げる。呼吸を止めないようにしましょう。前屈のね、練習です。きつい人こうやって膝曲がってていいですからね、できる範囲で OK です。頑張れる人はちょっとずつかかとを前に出す。だけど呼吸は止めない。よし、 OK。 そしたらですね、次また右膝こうやって曲げたままでいいです。曲げたままでいいので、右手のひらで右の足裏の内側、土踏まずら辺にこうやって手をかけましょう。そしたらこっからゆっくり膝を伸ばす。かかとを前に突き出すイメージ。またさっきと違うところを伸びます。膝の裏、裏もも、右の背中とかね、肩甲骨ら辺伸びる方もいると思います。左の脇腹、背中も伸びて OK です。で、膝ね、伸びきらない方は伸びきらなくて大丈夫です。頭も下ろせる人は下ろしましょう。で、呼吸止めないようにしましょう。 OK です。逆いきます。左足ちょっと前に出して、で、左手のひらで左の土踏まずら辺こうやって手を引っ掛けます。で、こっからゆっくりかかとを前へ突き出す。膝の裏、裏もも、左のね、肩甲骨、背中あたり伸びてくるかなと思います。
無理に膝伸ばしきらないでくださいね。できる範囲で OK です。頭もなるべく下げる。呼吸は止めない。硬い人はね、右の腰、背中も伸びてきます。ちょっとね、難しい種目いくつか入ったので、わからない方ね、コメントで質問いただいてもいいですし、 Twitter、インスタの DM いただいても返信しますので、ご安心ください。 OK。 そしたらちょっと休憩も兼ねた種目、軽く開脚しましょう。限界まで開かなくていいです。できる範囲まで開いたら、この状態で、つま先を内外にねじっていきます。手は床ついても OK です。限界まで開かなくていいですからね。休憩の種目です。で、つま先だけ動かすというよりかは、股関節付け根から動かすイメージです。ただね、まあ、休憩の種目なので、そこまで深く考えず、ゆるくパタパタとしましょう。どうでしょう、ちょっと新しい種目入れたんですけど、ちょっと難しかったかなと思います。僕の、ね、説明不足の部分あったら、まあ、サブチャンネルとかもうまく活用できればと思うので、まあ、コメントいただくか、サブチャンネルで解説してっていう声あればね、サブチャンネルも出そうと思います。概要欄にサブチャンネル貼っておきます。 OK。 そしたら、あぐらでも長座でも正座でも楽な状態で座りましょう。で、右手右肘を床について、左手万歳します。左の脇腹脇の下伸びる感覚あれば OK です。で、指先を誰かに引っ張られてるイメージで、向こうに向かってぐーっと持っていくと、左の脇腹脇の下伸びる感覚あるんじゃないでしょうか。いまいち伸びないよーって方は、もっと斜め前に倒したりとか、真横に倒したりとかね、いろんな角度でやってみましょう。ただ肩腰痛い方は無理しないでください。で、 YouTube ね、再生速度を調整するって機能ありますので、早めたり遅めたり自分が入れやすいようにやってみてください。OK、 逆いきます。左手左肘床につきます。で、右手万歳します。で、右の指先誰かに引っ張られてるイメージで、向こうに向かってぐーっと伸ばしましょう。右の脇腹脇の下、伸びる感覚あれば OK です。呼吸止めないようにしましょう。いまいち伸びないよって方は、ちょっと斜め前に倒したりとか、真横に倒したりとか、いろんな角度でね、試してみましょう。どうでしょう、伸びますか、脇腹脇の下。呼吸は止めないようにしましょう。よし、 OK。 そしたら次も座ったままやるんですが、あぐら長座正座、自分のね、楽な体勢で OK です。一回手のひらを横に広げて、で、自分自身をハグ、ギュッとハグしながら背中を丸める。限界まで手のひら広げて、ぐっと胸を張って、自分自身をハグしながら背中を丸める。全くスピード重要ではないです。限界まで胸ぐっと広げて、自分自身をゆっくりハグしながら背骨を丸める。スピード勝負じゃないですよ。普段しない動きをするってことが目的なので、限界まで手を広げて、しっかり自分自身をセルフハグ。呼吸止めないようにしましょう。ラスト1回、しっかり広げて、セルフハグ。よし、OK。そしたら、ちょっとあぐらみたいな感じで座りましょう。で、右足を左、こっちに持っていきます。で、この右足をなるべくお腹にぐーっと近づけます。右のお尻伸びる感覚あると思います。きつくてできないよって人は、この右足、もうちょっと前、この辺でも OK です。右のお尻が伸びてれば、結論正解です。いまいち伸びないよーって方は、右足をなるべくお腹にしっかりギュッとつけて、ピンと背筋張りましょう。右のお尻、伸びる感覚あるんじゃないかなと思います。こう、お尻とか背中もね、長座体前屈にめちゃめちゃ関係します。長座体前屈できるようになったら、お腹痩せ、足痩せ、めちゃめちゃしやすくなるので、ぜひ期待しててください。OK、逆行きましょう。一回足を下ろして、左足を右、こっちに持ってきます。で、この足をお腹にぐーっとしっかりつけます。左のお尻伸びる感覚あれば OK です。どうでしょう、左お尻伸びますか。きつい人は左足前、ここでも OK です。左のお尻が伸びてればそれで正解です。頑張れる人は足をしっかりお腹につけて、なるべく姿勢を正す。頭をね、誰かに上から引っ張られてるイメージでピンと胸張ると、かなり左のお尻伸びてきます。ただ肩あんまりこう力入らないように意識をしましょう。呼吸をね、止めないようにしましょう。 OK。 そしたら一回足を下ろして、ちょっとですね、右足をこんな感じ前に出しましょう。あぐらの状態から右足だけ前に出すイメージです。そのまま体真正面に倒していきます。右の外ももお尻あたり伸びる感覚あれば OK です。理想はおでこが床につくこと、最低でもですね、肘が床につくぐらいまでは行ってほしいです。
お尻外ももいまいち伸びないよって方は、もうちょっと足を前に出したり、手前に引いたり、もっと体を前に倒して、手を遠くに伸ばしたり、いろんな方向でね、試してみましょう。で、この時外もも、お尻じゃなくて、膝の裏とか裏もも気になるよって方は、膝の裏、裏ももが硬い証です。前屈したりしてね、裏もも先にしっかり伸ばしてあげると、その違和感消えると思います。OK。逆いきます。左足を前に出します。このまま体真正面に倒していきます。左のお尻、外もも伸びてれば OK です。理想はおでこが床につくこと。最低でも肘が床につくくらいまで入ってほしいです。呼吸はね、止めないようにしましょう。いまいち伸びない方はね、足を手前に引いたり、前に出したり、もっと体をね、前に倒して手を遠くへ伸ばして、いろんな角度で試してみましょう。よし、 OK。 そしたらですね、一回体育座りみたいな感じ、こんな感じですね、なっていただいて、手は床ついて OK です。で、右足を左足に乗せます。で、しっかり右足を胸に近づける、こんな感じです。右のお尻伸びてくると思います。で、きつくてこのポーズできないよって人は、一回足伸ばして、この状態で右足を左足乗せて、ちょっと膝曲げる。こうするとね、右のお尻伸びる感覚があるんじゃないかなと思います。きつい人ね、これぐらいでも全然 OK です。右のお尻伸ばすことが目的で、僕と同じポーズ取ることが目的ではないです。で、頑張れる人はなるべく足と胸を近づける、ピンと胸張る。こうするとね、右のお尻かなり強烈にしっかり伸びてきます。 OK。 逆いきましょう。左足を右足に乗せて、ちょっと膝曲げます。で、ピンと胸張ります。左のお尻伸びる感覚あれば OK です。きつい人はね、これぐらいでも OK です。頑張れる人はなるべく足と胸近づけて、ピンと姿勢正すと、左のお尻ね、伸びてくると思います。結構ね、長座前屈できない方で多いのは、こう靴下を履くのも、床に座ったりとか、椅子に座りながらじゃないとできない。そんな方結構多いですね。靴下履くぐらいはね、せめて立ったまま楽勝でできるようになってほしいです。そうじゃないと、なんか痩せる痩せないの問題以前に、結構怪我とかぎっくり腰が怖い状態になっちゃいます。OK です。そしたら、また楽な状態、あぐら、正座、長座、どれでも大丈夫です。楽な姿勢で座ったら、肩をですね、限界までぎゅーっと上げます。こんな感じ。肩をすくめるイメージ、限界まで上げたらストンと落とす。限界まで肩上げる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 、ギューッと上げたらストンと落とす。限界まで肩上げる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 、ストンと落とす。これ繰り返しましょう。上げる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 、ギューッと上げる。これスピード勝負じゃないですからね。普段使わない範囲までしっかりギュッと上げ切る、上げ切って下ろす。すごいね、肩力入りやすい方すごい多いですが、こうやって限界までギュッと力入れてから力抜くと力抜きやすくなります。そしたら次は両手を万歳して、手を下げながら肩甲骨を寄せる。両手をなるべく高く万歳して、下げながら肩甲骨をギュッと寄せる。両手を高く、なるべく高く万歳して、肩甲骨ギュッと寄せる。あんま猫背になったら効かないです。骨盤立ててしっかり姿勢正しくしたまま、両手を万歳してギュッと肩甲骨を寄せる。どうしても猫背になっちゃう方はね、正座したりするのも結構おすすめです。正座でやるとね、結構姿勢取りやすかったりします。ギュッと寄せる。呼吸止めないようにしましょう。限界まで万歳して、しっかり肩甲骨ギュッと寄せる。万歳して、しっかり肩甲骨ギュッと寄せる。 OK。 そしたら次はですね、右足を伸ばします。で、なるべく股関節広げる、横に股関節広げて、真正面に体を倒していきます。右の内もものストレッチです。で、つま先がこう前に入っても問題はないんですが、なるべくつま先真上向けると内ももより伸びてきます。倒れられる人はどんどん前に倒れちゃいましょう。内もも伸びてればね、正解です。もちろんつま先前に倒れても OK です。問題はないです。真上向けた方がより内ももが伸びるよっていうだけです。で、あんまりね、肩力入れないようにすると、呼吸は止めないようにしましょう。よし、 OK。 逆いきます。左足を伸ばします。で、なるべく股関節しっかり広げます。で、このまま体真正面に倒していきます。左の内もも伸びる感覚あれば OK です。つま先はなるべく真上向けましょう。
一番最初に前屈のチェック項目で、前屈するときにつま先がね、こうやって前に倒れちゃうっていうのを例として挙げたんですけど、結構ヒール履きっぱなしとか、すごい前ももがばっかり張っちゃう女性とか、あとはふくらはぎがパンパンにむくんでる方にすごい多いですね。本来つま先こうやって上向いてるのがいいんですけどね、本当にふくらはぎ、足首硬い人はつま先前に向けてる方が楽だったりするので、これ要注意です。OK、戻します。そしたら次は、もう一回右足伸ばして、次、右足の方に向かって体を倒します。右の膝の裏、裏もも伸びる感覚があると思います。掴める人は右手で、右足掴みましょう。きつい人はね、指先でつま先触るぐらいでもいいし、全然触れないよって人は手をこうやって膝に添えて反動つけながら前に倒れる、これだけでも OK です。裏もも膝の裏伸びてるのも OK です。なるべくね、膝は伸ばしておいてつま先真上向けておきましょうね。呼吸止めないようにしましょう。よし OK。 逆いきます。左足を伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒していきます。触れる人はつま先触りましょう。なるべく膝曲がらないようにして反動つけながらでいいです。で、また最初に、お伝えした前屈のチェック項目で頭がね、下に下がらないっていう例を出したんですけども、頭がね、下がらない方って本当にいるんですよ。特にこういうずっと肩に力入ってて、この肩から首のラインが凝る方、これはね、もう本当にひどい人はこれぐらい頭が下に下がらない人もいます。理想はもう頭がダーンと下に落ちるようになることですね。これ本来は重力にとって下に落ちるはずなので。よし、OK。じゃあ柔軟性チェックいきますよ。右足を伸ばします。左手で右のつま先触りに行きましょう。どうでしょう、これ最初よりもだいぶね、行きやすくなってる感覚あるんじゃないかなと思います。僕はなんとか指先がつま先触れるかなぐらいだったのが、ちゃんと掴めるようになりました。膝はなるべく伸ばしておきましょう。ただ肩腰痛い方は無理しないでくださいね。こうやって反動つけながらで OK です。頭もなるべく下げる。呼吸を止めないようにしましょう。最近ね、 Twitter、Instagram、TikTok 毎日頑張って更新してるので、概要欄貼っておくのでね、もしね、Twitter、Instagram、TikTok よく見てるよって方は概要欄からフォローしていただけると嬉しいです。逆足いきます。左足伸ばします。で、右手で左のつま先触りに行きます。こっちもだいぶ行きやすくなってるんじゃないでしょうか。で、左右差結構気にする方もいるんですが、人間なのでね、まあ、左右差あって当たり前です。日常生活に支障なければそこまで気にする必要なんじゃないかなと思います。どうでしょう皆さん、結構きつかったですか。ただね、こんだけじゃ全然物足りないよとか、早く柔らかくなりたいよって方向けに、人向けに概要欄に追加のストレッチやってるので、このまま続けてやっていただければと思います。あとですね、最初にお伝えした前屈の問題点5つ、これ終わった後にもう一回やってみてください。かなりね、改善されてるのが分かるはずです。で、コメントでね、良くなったよとか教えていただけるとすっごく励みになります。疑問点あればね、連絡コメントで質問してください。お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。素晴らしい。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。2月限定無料メンバー登録でプレゼント。